塚田駅は千葉県船橋市前貝塚町にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD33。TD 1923年12月27日に開業した。駅名は当時の東葛飾郡塚田村に所在していたことに由来する。塚田村は1937年船橋町などと合併し船橋市となった。なお、塚田村の村名は行田。 前、貝塚、あと、貝塚の三つの集落から成り立っていたことに由来する。駅ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。通常のトイレは、船橋方面ホーム上に、多目的トイレは2階京上駅舎内にそれぞれ設置されている。2006年頃までは、男女別の組取式トイレであった。2007年3月29日に、 駅改良工事が完了し、通常のトイレが先行して改修され、前期した多目的トイレが設置されたほか、東口、西口それぞれの出口地上部と改札街等を、改札内では、改札街と各ホーム等それぞれ連絡するエレベーターが設置された。その後2008年7月28日より、発車メロディを導入した。 2010年度には駅構内の案内板をピクトグラムを用いたデザインに一新した。ホームにあった釣り下式駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置された。西口側にはテナントとしてコンビニエンスストア、調剤薬局、複数の委員が入居している。 2019年度の1日平均乗降人員は16,203人である。近年の1日乗降、乗車人員の推移は以下の通り。船橋市立医療センター千葉県道288号、夏見小室線沿いに商業施設が林立する。千葉県立、船橋広明高等学校千葉県立の行田公園があり、千葉県道9号船橋松戸線が走る。 駅近くの塚田駅入口に平和交通によるマイタウンライナー深夜急行バス千葉ニュータウン線が乗り入れる。校舎のみで乗車は不可。ありがとうございます。